皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2005年公開の、キングコング。現代、キングコング。監督はピーター・ジャクソン。脚本は、ピーター・ジャクソン、フラン・ウォルシュ、フィリッパ・ボーエン。主な出演は、ナオミ・ワッツ、エイドリアン・ブロディ、ジャック・ブラック、など。1933年、大恐慌時代のニューヨーク。映画監督のカールは、かつてない冒険映画を撮ろうと意気込む。彼は偶然手にした秘密の地図を頼りに、脚本家のジャックと女優のアンを加えた撮影クルーを率いて、危険な航海に乗り出す。というストーリー。キングコングの2度目のリメイクで、本作の制作が夢だったというジャクソン監督の気迫が伝わる良作。モンスター映画とかアクション映画というよりも、完全にラブストーリーになっている。エンターテインメントとしては満足度が高く、特に CGI を駆使してビジュアルは、長いと感じたり一部合成に難ありなシーンはあるが、総じてかなりの迫力。ジャクソン監督は自分のルーツも忘れていないようで、ちょっと悪趣味なシーンもあり。ということで、評価は。Thumbs up.